聞いてほしい。私たちの目指していく。子ども学科4年、ぬかがあやです。受験生の皆さんへ、自分が何になりたいか、何をやりたいか考える時間にしてください。また多くの大学を見ることで、自分に合った大学選びをしてほしいです。応援しています。子ども学科4年の田村直子です。私が所属する学科は動物の飼育で命の大切さを学ぶことができます。ウサギやウコッケ、カメを飼っています。そしてグループワークが多く、たくさんの人と関わることができます。子ども学科2年、深澤奈々子です。私がメチロ大学で好きなところは、学食が美味しいところです。種類がとても豊富で、日替わりランチもあるので、毎日何を食べるか迷ってしまいます。すべて手作りで作っているので、栄養もたっぷりあり、その次の授業も頑張れます。私が好きな学食はオムライスです。皆さんも目白大学の学食を食べてみてください。そして私たちと一緒に楽しい学生生活を送りましょう。子ども学科2年の高田沙耶です。目白大学の好きなところは、行事に全力で取り組んで楽しむところです。事前の準備からみんなで一生懸命取り組むので、達成感や得るものがたくさんあります。受験が終わったら楽しい大学生活が待っています。子ども学科3年、石田優馬です。私が目白大学の好きなところは、素敵な先生や友達と出会えるところです。先生と学生同士の距離が近く、気軽にお話をしたり相談に乗ってもらったりできます。先輩や後輩同士とも仲が良く、たくさんアドバイスをもらったり相談をしたりすることができます。皆さんも目白大学で一緒に素敵なキャンパスライフを過ごしましょう。私が目白大学で好きなところは、自然があるところです。目白大学はキャンパス内に自然がたくさんあって、季節の移り変わりを楽しみながらのびのびと学ぶことができます。地域社会学科3年の渡辺翔子です。私が所属する地域社会学科は、いろんなことに挑戦をさせてくれることです。地域社会学科は学科の中でも学習のテーマを自分で選ぶことができるので、将来の選択肢がとても広いです。私は別の夢を目標にこの地域社会学科には入学しましたが、さまざまなボランティアや実習を経験して、今は教員を目指しています。中には自分のやりたいことがわからなかったり、自分のやりたいことに対して迷いがあるっていう人もいると思います。ですがこの地域社会学科では、自分が何がやりたいのかとかをさまざまな経験を通して見つけることができる学科です。なのでもし地域社会学科に入学した際は、一緒に頑張っていきましょう。目白大学子ども学科2年、石川理央奈です。受験生の皆さんへ、目白大学の良いところは、他の大学ではなかなかできないことを体験できる授業がたくさんあるところです。今受験勉強が大変な上、コロナウイルスの影響でも辛い思いをしていると思います。またオープンキャンパスで実際に大学に行けないので、目白大学がどんなところか想像がつきにくいと思います。この動画で在校生のメッセージを聞いて、少しでもイメージがついてくれたら嬉しいです。受験勉強を応援しています。子ども学科3年、林若菜です。この目白大学の好きなところは、たくさんの学部学科があり、いろんな人とつながれます。この大学に入ればたくさんの人たちとつながることができます。
この大学に入って楽しいキャンパスライフにしましょう。心理カウンセリング学科2年生の飯塚かのんです。私が所属する心理カウンセリング学科は、人のために何かした優しい人が多いです。先生や学生を含め困っている人がいると考えたり、一緒に相談に乗ってくれたりしてくれます。目白大学に入って一緒に楽しい大学生活を送りましょう。子ども学科3年松舘夏実です。私の所属する子ども学科は、わからないことでもすぐに解決できます。生徒と先生の距離が近く、わからないことでもすぐに質問しに行くことができます。コロナウイルスの影響で今大変な時期かと思いますが、頑張ってください。目白大学で会いましょう。待ってるよー。